した。ライブお疲れ様です。お疲れ様です。今日は皆さんにインスタライブ後にちょっと残っていただいてるんですよね、はいはい、あ、お腹すきました。ヤヌークのプレスの皆さんにお気に入りのデニムを1本履いてきてということだけを伝えておりまして、紹介をしていただこうかなと思っています。履いてきました。ももちゃんです。こんにちは。ももちゃんはどのデニムを履いてきてくれたんですか？今日はストレートシルエットのハイウエストアネットを着てきました。お気に入りです。これめっちゃ着てるもんね。めちゃめちゃ着てます。お気に入りポイントはどこでしょうか？お気に入りポイントはこのスリット、裾のスリットがすごく可愛いんです、うんうん、靴下可愛くないのか。こちら靴下用の靴下。紹介の仕方。何インチ入ってるそれ、ちなみに。22インチ。細い。でもそれでもちょっと大きいもんね。いつもが21インチで、今回はちょっとややゆるっと落とし気味に履きたい感じだったので、うん、1インチ下げて、21インチ、嘘。上げて、上げて。上げて22インチにしてあります。今日の格好でデートに行くなら、どこに行きたいですか？はい、上はちょっとテロッとしたカーディガンでしたが、うんうん、T シャツになっててカジュアルな格好なので、うん、ランド言うと思った。ランド C じゃなくてランド。ランド派です。一番好きなアトラクションは風車のハニーハントです。あーかわいい。どんなダンスへと行きたいですか？結構私好きなものには全然並べるタイプなので、うん、あ、並んでる時もこう楽しくこうお話ができるようなタイプなのと、すごいたくさん食べるので、いろんなものを食べ歩き一緒にしてくれる人が嬉しいです。いいですね。ぜひぜひぜひ。入ります。入ります。お越しさん入ります。ミクさんの登場です。イエーイ。ちょっと何かで待つ、もう一回いい。ミクさんの登場です。イエーイ。こんにちは。こんにちは。アイドル、アイドル。今日はミクさん何を履いてきてくださったんですか？はい、セミフレアです。セミフレア、もうこれは鉄板ですね。あ、もうミクデニムと名付けてもらいたい。確かにこのぐらい履いてます。フレア、はい。セミフレア、ちなみに何本ぐらい持ってるんですか？え、ありますよ。去年の薄いのとかぶつかっても買ったし、フレア系めっちゃ持ってます、うん、カンドラにハマってる。カンドラ、そう、カンドラで結構ブーツカット、女優さんが履いてて。憧れは誰ですか？千由里さん、愛の不時着のメインの女優です。あの、結婚された方です。あ、そう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 。韓国のファッションでブーツカットがすごい人気なの。そうなんですね。参考にしてます、カンドラを。カンドラのミクさんです。カンドラ好きのミクです。お願いします。ありがとうございます。今日はコーディネートのポイントとかありますか？ポイント、もちろんこれブーツカット、スニーカーとかもいいんですけど、うん、こういうパイソン柄のヒールで大人っぽく、確かに、あれですね、いい女感、いい女感です。シャツがまたありまして、シャツ抜いてもいいですし、これもちょっとやっぱ韓国、シャツも韓国ですよ。いや、わかんないけど、いや、出来上がってる。ブーツカット、セミフレアへの思い出を買ったの。思い出？ストアやるか動画で福岡の番組撮った時にセットアップで、あ、着てましたね。ちょうど1年前ぐらいに着た、あの時からだからフレアブーム来てるんで、もうここ 1,2 年ずっとブーツカットが多いかな。夏の体験に合うの出ちゃったら、あー、出ちゃったら、いや、ストアルーク出したなっていう。めっちゃ上から、めっちゃ上から、めっちゃ上から。ちなみにそのブラックを選んだ理由とかはあるんですか？このなんかスミクロってなくないですか？確かに、確かにあんまりないですね。なんか真っ黒とかも出ても可愛い気がする、逆にないんで。そう、次真っ黒出していいと思う。デザイナーさん、デザイナー聞いてますか？デザイナーさん、よろしくお願いします。真っ黒でお願いします。マッキーといえばのやつを履いてきてくれましたね、はい、履いてきました。
店舗にヘルプに行ってはマッキーこれ履いてくると思ったそれ履いてくると思いましたそれはちなみに何でしょうか。それはレアのクラッシュデニムです、はい、おなじみめちゃくちゃおなじみ。今日もインスタライブで言ってたのクラッシュのお気に入りポイントを教えてください。クラッシュこのヤヌクのクラッシュが膝に入ってなくて膝より上にあるんで、やっぱ膝下が長く見えるとあと丈も長いから足長効果に見えるのがいいです。ちょっとクラッシュは略しすぎましたマッキーめっちゃデニム多分持ってるよね。めっちゃ持ってる。もうだって入社して6年目になるんで持ってます、うん、何本ぐらいあるの。引き出しで2、3段は入ってる。2、3段幅とか高さにもこのくらいのやつに入ってるそれでも最近着てるやつが入ってるから あんまり履いてないなっていうのはそこにあるんでここに入ってるのは 2、30本。じゃあ今の格好でデートに行くならここに行きたい。え夕方ぐらいに水族館めっちゃリアルどんな人人まで頼れる人男っぽい頼れる人最後はグッシーです。よろしくお願いします。お願いします。グッシー今日は何を履いてきてくれましたか。ベンっていうパンツになります、うん、どんぐらい履いてるそれ。2年経たないぐらいは履いてますね。もともとねそれは生デニムの状態だったんですよね。そうだいぶ出てきましたね携帯の跡とか。確かに後ろも後ろもだいぶ変わってきてますね。財布カード的な感じ。これ携帯また携帯携帯を右の後ろと前に入れるタイプ。そうです、あの車用と自分用その他にも何個か持ってるよね。持ってます。今は何インチ。今はこれ30インチです。あ30インチ、まあほぼほぼジャストというか、まあ、最近ちょっときついんですけどもう一個持ってるのは32とかで履いてるんですよ。うんうん。足感もちょっと違うんですけど数インチアップで履いてるんや。はい、なんかそういう履き方もおすすめできるシルエットかな。おしゃれさやね。思います。ありがとうございますリジットっていう全くこう色落ちしてない状態から書き込んで色が落ちていく、うんうんうん、自分の足の組み方とかでも結構色落ちの具合って変わってくるんですけど、うんうんうん、自分だけの一本に育て上げるっていう意味では育ってきて。だって世界に一本やもんね。まあそうですね。ヒゲの方が入るのって世界に一本、はい、お金で買えないですね、はい、おそれは今日のそのコーディネートはモテ路線ですか。いや、モテはあんまり意識はしてないかもしれない。オレンジ色のシャツとかって、うん、女子受けどうなんですか黒のトップスとかでなんかシンプルな色使いの方がモテそうなイメージありますけど、うん、あー何ピアス落ちた。いいとこはあったんだけど真剣にこうで、ね、オレンジはどうだみたいな話を。じゃあ最後に今日の服でデートに行くならどこか。今日の服でデートに行くなら、うん、水族館とか行きたいなんかマッキーも水族館やったもんね。確かに場所かぶっちゃいました。場所かぶった一緒に行くしかないわ匂わせです今。匂わせか今のも匂わせ。はい、二人で行ってくださいいやなんか演者より企画者が飽きることってあるんですこの動画あなたで終わりなんですよ。はいはいはい。締めてください。締めるヤヌーク PR チームのお気に入りデニム紹介いかがでしたでしょうか。皆さんもお気に入りの一本があればぜひコメント欄によろしくお願いいたします。はい、以上です。うわこれヤバそうじゃないもう今日はあっちかな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 か